テールズ・オブ・シリーズ、テールズ・オブ・エクシリアに、テールズ・オブ・エクシリアには、バンダイナム・コ・ゲームスから2012年11月1日に発売された、プレイステーション3用 RPG。テールズ・オブ・シリーズの一つ。主題歌は、浜崎あゆみの、ソング 4U。交渉ジャンル名は、選択が未来を紡ぐ RPG。キャッチコピーは、少女のために世界を壊す覚悟はあるか テールズ・オブ・エクシリアの続編だが、前作は、続編ありきではなく単体で完結しており、本作も一本で完結するものとなる。名称は、クロスダブルレード・リニア・モーション・バトル・システム。前作同様攻撃には、AC、術技には TP を消費する。前作からの相違点として、今作では、パーティーキャラクターの編成は、タウン内にいる場合のみ可能となっており、ダンジョン、 フィールド、紛失世界にいる間は戦闘メンバーのみに限定され、控えメンバーは表示されない。また、メニュー画面で、上前がついているキャラやマップ画面で表記される、キャラ名が赤いものは、同行必須キャラ青いものは、任意同行キャラとなっている。前作で、キャラクターの成長に使用されたリリアルオーブは、マナの本流により使用不可能となったため、新たに、 アローサルオーブが開発されたという設定。本作では、キャラクターは、戦闘に勝利し、経験値を得て、レベルアップすることで能力が上昇し、一部の術技や、スキルを習得する。アローサルオーブは、レベルアップでは習得できない、術技やスキルを習得するためのもので、戦闘やフィールドで得られる、エレメンタルコアを、アローサルオーブに吸収させることで新たな術技や、 スキルを習得できる。前作の主要システムとも言える、ショップビルドは、今作では廃止されている。そのため、取り扱う商品はタウンごとによって異なる。本作では新たに、特注が登場して、素材とガルドが揃っていれば、素材を納品し商品を購入できる。また、道具や、武器や、防具や、装飾品や、料理屋に加え、クエストアッセンショが、新たに登場している。 その名の通り、クエストを依頼、受けるための仲介的役割を果たす。クエストを受けるには、クエストアッセン書を通す必要があり、依頼を完了したらクエストアッセン書に報告して、報酬、ガルド、勲行ポイントを受け取り完了となる。クエストには、指定されたモンスターを決められた数だけ討伐する、モンスター討伐クエスト、 指定されたアイテムを決められた数だけ納品するアイテム納品クエスト、特定の場所を訪れるか特定のキャラクターに話しかけると発生するイベントクエストの3種類があるが、称号と条件が指定されているものもあり、いずれも満たしていない場合はそのクエストを受けることができない。また、いわゆるお尋ね物モンスター、ギガントモンスターの情報をクエストアッセンにて確認することができ、 討伐に成功するとより多くのガルドと、勲行ポイントを得られる。ルドガーと同じマンションに住む猫好きの女性ここねねここに、猫の捜索を依頼されることで可能となる。捜索の際は、猫が近くにいると鳴き声が聞こえるので、それが、目印となる。派遣先として、タウン、フィールド、ダンジョンの中のいずれから一箇所選び、さらに、旅のお供として専用アイテムを持たせることで様々な、 効果が得られる猫が一定時間後に戻ってきた時に報酬として様々なアイテムが得られ猫派遣でしか手に入らないアイテムや他の猫を連れてくることもある。また曜日ごとにボーナスが設定されており詳細は下記参照。なお曜日は PS3 本体カレンダーと連動している。舞台は前作のエンディングから1年後のエレンピオスとリーゼマクシア。 これまでのシリーズよりも人間の文明が世界観に色濃く出ており、プロデューサーの馬バ場バデオは近代的でちょっと無機質と称している。主人公が住む世界は静止世界といい、大精霊、クロノスの陰謀により、静止世界のパラレルワールド、分子世界が生み出されている。かつてはマクスウェルが施した段階柄によって世界は二つに分かれていたが、 段階柄の消滅により世界は一つにつながった。エレンピオースでは、生活を黒箱を使うことで支えているが、黒箱は精霊を殺してしまうもので、精霊がいなくなれば自然は失われ、世界は滅びてしまう。段階柄に使われていたマナが世界を満たしているため、現在は黒箱を使っても精霊は死なないようになっており、その間に黒箱に代わって、精霊を殺さない。 源の霊宮の開発が行われている。テールズ・オブ・エクシリアも参照。ミラ・マクスウェルとジュード・マティスたちはガイアスとミュゼとの己の信念をかけた戦いに勝利し、新たなマクスウェルとなったミラの手によってリーゼ・マクシアとエレンピオスを分けていた段階柄は解放され、一つの世界となった。それから約一年、エレンピオスに住む青年ルドガー・ウィルクルス・ニクは、 クランスピア社の入社試験を受けるが落ちてしまう。一方別の場所では仮面の男ビクトルと少女エルは謎の集団に追われていた。ビクトルは自分の懐中時計と双剣をエルに託し、トリグラフ中央駅に向かいカナンの地を目指すようにと、告げるとエルを乗せた船を走らせ、離れ離れになってしまう。数日後、ルドガーはトリグラフの駅食堂で働くことが決まり駅に向かう。 道中、駅を探しているジュードと出会い一緒に向かうが、エルと共に歩くのあの起こした列車テロに巻き込まれてしまう。列車を進むうちに謎の空間に巻き込まれてしまいさらにその奥で見たのは、兄、ユリウスの姿をした化け物だった。ルドガーはジュードと共に化け物を倒すことに成功するが、その直後に気を失ってしまい、後にクランスピア社のエージェント離道の治療を受け2000万。 ガルドの借金を抱えてしまい、返済のために各地を奔走することとなり、その旅の中で運命を決める選択を迫られることになる。テイルズ・オブ・エクシリアの項も参照。なお、氷王儀は全員全作と同じだが、ボイスは一新されている。ゲーム中で手に入る衣装を全作の衣装にすることで、カットインのイラストも全作のものに変化する。全作で死亡したキャラクターたちが、 分子世界の存在として登場したりする。ガイアスの復讐だった4人の将軍。前作で討ち死にしているため、分子世界での登場となる。分け世界 F422D では、全王、メラドがサインしており、ガイアスも含めた5人が彼の下に集う将軍ということになっていた。闘技場の難関として、シリーズ初期の2作から、下記の4人が客演。 メインチャプター及びキャラクターエピソードに干渉してくることはないが、クリア後の隠しダンジョンやクエストに登場。また、彼らを主役とした隠しエンディングも存在する。下記の4人以外にも、クエスト依頼や武器、猫派遣の猫たちの名前などに、前作キャラクターやシリーズのネタが盛り込まれている。予約特典として、ルドガー、ジュード、ミラ用の歴代キャラコスチュームがダウンロードできる。 プロダクトコードが付属。柔度ミラ用のコスチュームは、前作でも、使用可能。前作の予約特典コスチュームも、本編中で入手できるようになっている。また、コラボレーションとして、コードギアスシリーズや、魔法少女窓かマギカのキャラクターの衣装が、本作のキャラクターの衣装として登場する。前作で購入した衣装も引き続き使用が可能であり。 逆に今作で新たに追加された一部の衣装も前作で使用可能。前作の開発途中から本作の設定には取り掛かられていたが、いつでもトックス2が動けるような準備というものだった。実際に制作が始まったのは前作の開発終了後だった。プロデューサーの馬場秀夫をはじめ、本作のベースとなるスタッフは前作とほぼ同様。 キャラクターデザインは、前作の井の股むつみ、藤島康介に加え、奥村大吾が手掛ける。また、アニメーション制作は前作に引き続き、u f o テーブルが担当する。メインシナリオは、前作の世界設定や、サブイベント、チャットなどを担当した山本直元による。キャラクターエピソードは、前作のメインシナリオ担当の木賀大輔のほか、複数人で分担している。 前作のキャラクターはキャラクターエピソードで本作のシナリオに絡ませ、それがメインチャプターにも影響してくるという構成となっている。2012年6月2日に行われたテイルズ・オブ・フェスティバル2 0 1 2にて発売が発表された。発表以前に公開されていたカウントダウンサイトでは X の文字が強調されていたことからテイルズ・オブ・エクシリアの続編ということに気づいた人は 多いとされる。2013年9月8日より10月下旬にかけてシリーズで初めて内容の異なる CM を7週連続で放送。通常版のほかスペシャルコントローラーを同梱したデュアルショック3テールズオブエクシリアに X エディションが同時発売された。エンターブレイン調べでは発売発集の販売本数は33万1533本で、 前作が8週で販売した51.3万本には届かなかった。販売計画においては65万本を計画本数として発表していたが、2016年8月25日までの売り上げは46.7万本に止まっている。ゲームウォッチでは、戦闘や成長システムは前作を踏襲しつつも、新要素により遊びやすくなっていると評価している。ストーリーについては、 新たな主人公を中心としつつ、前作のパーティーキャラクターも物語に絡み、彼らにフォーカスしたエピソードもあることや、テールズ・オブ・シリーズらしい魅力的なキャラクターを評価しているが、主人公の声がつく場面がほとんどないことは、不自然に感じると指摘している。この他、一人者から4コマ漫画が2巻、アンソロジーコミックが3巻観光されている。バラデューク・エルのカバンが、 バラデュークのキャラであるパケット。そのカバンに主人公がマスコットとしてぶら下がっている。ゲーム内のテキストによれば、ゲーム、パラ公爵のキャラ。ありがとうございます。